第1ラウンドが始まりました。赤いグローブに。そして西岡さん、はい、前回の戦いで4戦目で日本タイトル、やはり区切りの一戦倒そうという気持ちが強すぎた、そんな話の特徴というのはあるんでしょうか。そうですね、やはり振り回して一発一発しっかり打ってくるというのが特徴です。右をというテーマを話している井上です。左フック効きましたね。そうですね、出ます。さあ第1ラウンド、まだ1分間です。今度は左ランキング井上、はい、ですね。さあ第1ラウンド、あるいはいきなり第1ラウンドで右のコンビネーション完璧なんじゃないですか、ここまで。前回の試合より攻撃もしっかりとブロックして、そして自分のパンチを出してきました。右だ、さらに左から右を、ここは続ける。ここで第1、左、そして右。さあ満州はどういう形、太平洋王座決定戦です。おー、降りてきた。第2ラウンド出してますね、はい、赤コーナーサイド、井上サイドは鈴木アナウンサーです。はい、この、はい、引き際を打つんですね、こういう感じですよね、はい、非常にいいと思いますね。あるいは何か完成された、そんな井上の姿が。おお、ここでマンション立ち上がります。さあ井上、右だ。ここで試合を決めに来るか。奪った井上尚弥、左のフック。マンションも打ち返してきます。今回は自分の成功、そして家族のためたら食らってるっていうところもありますので、そこはやっぱりね、これしっかりガードして。今日はあえて接近戦も交えて、そして日本タイトル戦はチャンピオン田口とその出番 KO、はい、そのイメージという、そのイメージ取り消えた。さらに第一球、満州を圧倒しています。おお、ナイスパンチ。ここも合わせます。そして左、右。西岡さん、はい、何かこう自分の中で各ラウンドごとテーマを設けたようなパンチも出してきます。皆さん、はい、そのアサイドは鈴木アナウンサーです。さあ、そのそして左です、はい、まず一つ井上尚弥にとっては左、そしてその左、はい、そのボディも交えた攻めが出せる、出てるようですね。あ、そうですね、井上のパンチのイメージが、ね、そうすると史上6戦目で日本人が世界を打ち勝つ、これは最速。西岡さん、はい、それだけ井上尚弥がダメージを与えていると。左、井上がさ前に出た。井上尚弥が前に出る。ロープを背負わせる、離せる。井上尚弥、世界に向けこのラウンド3位ダッシュを重ねる。世界前哨戦を見事にテクニカルノックアウト勝利で飾ります。チャンスと見て、そして見事にラッシュで今日勝利を手にしました。さあ